お願いいたします。農林水産大臣を拝命いたしました林芳正でございます。もうご案内の通りですが、農林水産業というのは、大変にいろんな役割を果たしておりまして、食料生産に限らず国土保全とか集落機能といったですね、多面的な機能、というのを果たしております。で、世界的には食料需給が逼迫をしている中で、農業生産国内では減少していると、また担い手も高齢化していると、非常に課題が山積をしております。政権交代前から各地へ行きまして、それぞれ我々の同志がいろんな意見を現場で吸い上げてですね、政府にもいろいろ意見を言って、議員立法の形でそれができたものもあるわけでございますけれども、今後も現場重視で、現場の皆さんの声に耳を傾けながらですね、やっていきたいと思っております。で、政権公約というものを掲げてこの衆議院選挙が行われましたので、これまでの、農林水産政策の検証というものをしっかりと行った上で、必要な見直しを順次具体化していきたいと、そういうふうに思っております。まずは高付加価値化というものを含めたですね、攻めの農林水産業、6次産業化というようなことを言いますが、それを展開していくということがまず第1点、それから第2点は、予算的にですね、特に農業農村整備事業、大幅に削減をされているものもございますので、こういうものをきちっと復活をしていくということ、それから個別所得保障制度の見直しというものが3点目になるかと思います。またリニア関係では、間伐路網整備の充実強化や、森林吸収源の対策のための安定財源確保、それから水産においては、燃油の高騰対策の充実、いろんな課題がございますので、こういうものに一つ一つ取り組んでまいりたいと思います。で、こういう見直しをやっていく際にですね、生産者の皆様というのは、毎年毎年こういう制度を前提にしていろいろ計画を立てられておられるということでありますから、あくまで現場が混乱をしないということをですね、踏まえて、必要な見直しを段階的に行うということも考えていかなければならないと、こういうふうに思っておりますし、全体の方向として、補正を20年度やるということと、それから当初予算、いわゆる15ヶ月予算ということで、今からかなりタイトなスケジュールでやっていくわけでございますので、こういったスケジュールの中で政権公約を具体化していきたいと、こういうふうに思っております。また復旧復興については、総理から全員が復興大臣という気持ちでやってくれということでございました。根本大臣の復興庁ともですね、連携をしながら、特に東北地方は食料供給基地でもございますので、一緒に頑張ってまいりたいと、こういうふうに思っておりますし、また農地や主な漁港につきましても、25年度まで、3年間で、復旧をするということですから、執行体制の整備も含めて、きちっとやっていかなければならないと思っております。また原発事故対応についても、安全な農林水産物を安定的に供給すると、これが原則になりますが、各都県における放射性物質検査の実施への支援、や生産現場における放射性物質の低減対策と、除染等が入ってくるわけでありますが、こういうものの徹底ということに、取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っております。私からは以上でございます。ご質問があれば。はい、それじゃあ、すみません、朝日新聞の小山田ですけれども、はい、TPP についてお願いします。はい、一番大事なのは国益だと、判断するにあたってですね、交渉に参加して判断するのがいいのか、交渉に参加せずに判断するのがいいのか、どちらがベターかと思われますか。そうですね、我々の政権公約にはその部分は、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、交渉参加に反対と
という言い方をしております。で、交渉に参加するかしないかのところからですね、実質的に交渉始まっているということであるという議論も党内で随分ございましたので、やはりその公約をベースにですね、きっちりと考えていかなければなりませんし、それから、今度はこれは自民党の政権公約ということでありますが、今度は連立政権になりますので、与党であります公明党さんの意見も踏まえながらですね、与党と緊密に連携を取っていく、これが最優先課題になると思います。もう一方でお願いします。はい、NHK の渡辺と申しますが、その TPP の関係ですけれども、自民党内でもその反対論が、農林水産関係議員の方を中心に根強いということで、大臣にはその農業分野の取りまとめというのが期待されていると思うんですけれども、その TPP 中心とする貿易自由化と農業の構造改革、これ、どのようにバランスを取っていくんでしょうか。そうですね、これは農業の構造改革というのはずっと、これまでも取り組んできたことであるとこういうふうに思いますし、これはTPP があろうとなかろうとやっていかなければならないことだとこういうふうに認識をしております。で、TPP については先ほど申し上げたように、若干その関係国との協議の状況ですとか、こういうこの具体的な内容、これはまあ交渉自体もなかなか詰まっていかないところもありますが、もう少し情報開示をして具体像を明らかにした上で、広く国民の議論に供する、その最初が、与党や、当時の我々野党に対する情報公開だったと思いますが、この辺が非常に不十分だったというふうに私も思っておりますので、まずはそのあたりからきちっと始めてですね、そして、この議論をもう少し具体的なものにしていく努力というのもやりながらですね、しっかりと先ほど申し上げたように、与党と連携をしながらまとめていくと、こういうことになるかと思います。はい、では以上をもちまして、林農林水産大臣の会見でございました。ありがとうございました。